すする TV。 ゼレゼレどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、久しぶりに上野の方に来ましたということで、こちらのお店です。ドン、東京メトロ銀座線稲荷町駅から徒歩3分くらいのところにあります稲荷屋さんにお邪魔してます。元フレンチのシェフだという店主さんが営むラーメン屋さんですね。レギュラーメニューだけでなく豊富な限定メニューでお客さんも楽しめるお店ということで、果たしてすするは何をすするんでしょうか。ご期待ください。レッツゴー。さあ、ラーメン稲荷屋さん、ショッケースです。今回は一押しだというワンタン麺に味玉トッピングをチョイスしました。外国人のお客さんにも丁寧に接客してるんだなと感心してると。こちらがラーメン稲荷屋さんのワンタン麺味玉トッピングです。フォーイ、澄んだ醤油色のスープにそれを覆い隠すような大きめの低温調理チャーシューがドーン。こりゃ絶対うまいだろってことでゆどります。さあ、まずはスープ。動物系の出汁がふんわり香るあっさりなゴクゴク系スープ。どんな体調の時でもスッと体に入ってくるような優しさを感じるコーン。ではまた何度かその優しさを味わってお次にワンタン行きましょう。結構なサイズですがチュルンと食らう。もべー、中のお肉が超ジューシーで広がる旨味は無限大。さすが今日の獅子座のラッキーアイテムですよ。さあ、いよいよ麺の登場です。綺麗な中細ストレート麺をすずろう。めへん、あっさり優しい醤油スープとの調和を乱さないバランスの取れた辛み。つるっと気持ちのいいすすり応えも箸を進める要因だと思うんですけど、皆さんどう思います？ではまたジューシーなワンタンをパクリと食らって刻みネギのアクセントも楽しんだところで、大きな大きなチャーシューいきましょう。ガブリと食らいついてみると、噛めば噛むほど感じられる肉の旨味はまるでベルサイユ宮殿のような美しき旨味。これがフレンチ出身の技なのかと驚かされます。ではもうすっかり興奮状態のまま、また麺に戻って、ワンタンもたっぷり入ってて嬉しいぞって満足しながら、のりバサミですするミーの姿を披露します。てなわけでラストにとろりと黄身があふれる味玉を食らってほっこりしたら、本日も完食です。大変美味しく捨てれました。優しくもありながらどこか独特な美味しさのある一杯でした。それではごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いやー、稲荷屋さんに行ってきたんですけれども、全体的にすごくバランスの取れた中華そばでしたね。スープはほんのりと動物系を感じるあっさりスープでしたね。醤油はそんなに強くないんですけど、出汁がしっかりしてるんですごく飲みやすかったですね。ワンタン麺というだけあってすごくクオリティが高くて美味しかったですね。シュルンとした皮に肉汁たっぷりのあんがすごく美味しかったです。そしてデカデカと乗ったあのレアチャーシューもすごく美味しかったですね。レアなんですけど、噛むと肉の旨味がジュワッとくるので、あれとご飯を一緒に食べてみたいなと思いましたね。ちょくちょく限定もやっててすごく気になるので、また行ってみたいと思います。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、稲荷屋さん、お稲荷飯や。はい、そしてワンタン麺だけに、あのワンタンがすごくクオリティ、ワンタン麺というだけあってワンタンがすごくクオリティが高くて美味しい。ワンタン麺というだけあってすごく終わり。